つぶあんさん。なんかいじめられてるらしいじゃないですか。やめちゃいましょう、もう。やめちゃいましょう。<laughs> やめちゃいましょうよ。そんなクソみたいな会社。ね <laughs>、僕ね、思うんですけど、やっぱね、人間の悩みっていうのは、やっぱ人間関係と金の悩みしかないですから。僕本当によかったなと思うのが、やっぱね、会社辞めたことなんですよ。<laughs> やっぱあるじゃないですか。 人と人のお付き合いっつうのが会社間でもあるし会社の中でもあるしうんやっぱ自分を殺してね自分を殺して組織に合わせないといけないというのがあるわけですよでもそれが一切ないんでやっぱ気が楽ですよねうーんだからやっぱこんな人生があるんだなっていうまあずっと僕は組織のため会社のために頑張ってきたっていうのはあるんで十何年だから実際まあ本当に気が楽ですし あの自分を生きててるなっていうのは今感じれますだからそれはやっぱ自分で本当にせっかくあのこれ知っててドリアカにも入ってるわけですからやりましょうもうね結果出してる人はもう月収100万いっちゃいましたからねだから、ね、あのね月収1000万と突破したみたいな人もいますし <laughs> まあコンスタントに月収1000万じゃないですけどねだけど最高で1000万超えてくる人も出てきたしこれすごいですよね うん、で今回、そのファイナルカットとか使って、プロ使ってるみたいなんで、まあ、モーリー、ぜひ見てみてください。うん。ツブアンさんでもできると思いますよ。うん。まあ、あとはなんか、プログラム入るかもしれないっていうことなんですけど、入りましょう。今回入らなかったら、あれですよ、まあ、セールスしますよ。そりゃ行動してないんだから、行動させるために僕はセールスしますよ。<laughs> もう、だって、しかも入っちゃうかも。けん あの購入も検討させてください検討,検討してるから人生終わっちゃうんですよか買ってやりましょう今度こそは <laughs> 今度こそは今度こそは今度こそ3年後またセールスしてるかもしれないですけど僕ね「ズバンさん今度またいいの出ましたね」みたいなね <laughs> いやでも今回のはマジであの価格も安いしモーリーのワンツーとかいろいろ濃密な濃密なアドバイスもらえるんでめっちゃいいと思いますよ まあ、モーリーが死ぬプログラムなんですけど。<laughs> うん、でもね、当あのやってる熟成さんは結果出てるんで、頑張ってほしいなと思います。わかんなかったら全然質問も回答しますし。うん。はい。ということで、一応あの、プレゼントとか全部お渡ししますんで、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。